時刻は7時51分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんとアッシーです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、アッシーさん、今日のメールのテーマはどうしましょう。今日のテーマは音。はい、今日は音というテーマです。早速トゥーパンプさんからメールいただいております。はにょん、あーちゃん、はにょん、おざます。アッシーさん、おざます。苦手な音といえば、黒板に朝と似てるね。ちょっと言ってしまいましたね。黒板にチョークで書いてる時に、爪が引っかかって出るキーっていう音です、はい、あの音だけはダメですね。全身鳥肌が立ってしまいます。あの音が好きっていうリスナーさんっているのかな、最近はホワイトボードになっているので黒板にチョークの組み合わせは少なくなりましたが、今でも学校では使われているのでしょうか、あの音が嫌いで教室のチョーク入れをね、接着して使えなくしてバケツを持って廊下に立たされた昔の小学生よりすごい、こんなことできたんですか。接着したらすごいな。面白い。その発想力。俺だったらチョーク隠すとかにしますけど。接着させる方が大変じゃないですか。確かに。はぁ。ねえ。確かに、明日も朝言ってたけど、この聞いた音嫌ですね。確かに。考えるだけでも頭痛くなる。だからなんか、でもその爪が伸びてるのも悪いと思うんだよな。爪切ってない人が悪いわけじゃないですか。そっちです。爪のせいだと思うな。もう接着剤どころかそっちっていう話だ。そうだから、接着剤ないで、例えば先生とかの爪を勝手に切っちゃえばいい。まあ廊下に立たされることもないかも。ありがとう、爪切ってくれてってなるじゃないですか。ならないよ。なる。だってまあ接着剤はもう悪意があるじゃん。もう開けないようにしてるってなるけど、爪は善意だから。先生爪伸びてますよって切ってあげて、おー、ありがとう。小学生やだよ。株も上がるし音も出ないし一石二鳥。嫌ですよそんな小学生、先生との会話だって。だっていいじゃん、味がなくなっちゃった。というわけで皆さん、今日は音でお待ちしております。せーの、いってらっしゃい。